雑談です、イヤホンです、ハラセンということで始まりました。ハラセンラジオ、陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、見ましたですわ、サイレントの10話目なんですが、もういよいよこれ来週最終回なんですが、まあ紬と想の恋の行方はどうなるかというのが、まあ争点と言いますか、そこがまあ注目というか物語の核心であるとは思うんですけども、まあ9話まででね、すごくいい感じになってったんですが、10話目でね、やっぱり想くんがちょっと悩み出すというか、紬の声忘れちゃったみたいなことがあって、で中でね、イヤホンがまあまあ出てくるんですけども、最初はね、見た時に紬ちゃんが結構無神経にというか、そうくん耳が聞こえないのに無神経になんかイヤホンを見えるところに置いてるとか、会う手前で外してこうイヤホンをしてる仕草を見せるのが、これはちょっとデリカシーに欠けるなとか思ってたんですが、まあそれ後半でね、仕事で聴かなくちゃいけない、音楽聴いてポップ書かなくちゃいけないから聴いてるんだっていうことは言うんですけども、それでもやっぱりね、気になるじゃないですか。でもそれは逆にというかね、ソークの前でイヤホンをする姿を見せないようにする、逆に気を使っちゃうことすらもなく、普通に接していられる紬ちゃんは偉いなと思いまして、そういう状況に置かれた時に気を使ってね、なんかイヤホンを隠すとかつけてないとかっていうよりも、普段通りに接していられる紬ちゃんは本当にすごいなと思って、ただそうくんは、そうくんにしてみたら、それこうどう思ってるかわかんないですよね。な、俺耳聞こえへんのにイヤホンなんかしやがってって思う人もおれば、別にそこは自分はもうずっと聞こえないし、レコード屋で働いてるからそういうことが必要なんだっていうのは理解した上で別に気にしないかもしれないけども、っていうところでやっぱりそこはケースバイケースというか、なんだろうなとは思うんですけども、しかしですわ、本当に紬ちゃんね、普通に接していられる、あれが素晴らしいなと思って、でそうくんはまあそんな感じで、やっぱりこう迷惑というかね、こう寂しい気持ちになっちゃうから、またね、そこをで湊くんに釘を刺されるわけですね。また勝手に目の前から消えるなよっつって、でそうくんは湊くんに、好きすぎて辛くなるから別れたんでしょって聞くんですが、そうくんの今がそういう状況にあるということで、好きすぎて辛くなるから別れちゃうっていう感情がね、どう、まあ、僕はあんまそうは思わないんであれですけども、そう思ってしまう、優しすぎるがゆえにというかね、彼女彼の幸せを思って、こう私よりもみたいに思ってしまうのかなとか思いながら見ておりますが、これね、最終回この2人がどうなっていくのか本当にまだ読めないというか、出てる人が全員ね、幸せになるというか、そういう感じで終わってくれた方が、わあ、いいドラマだったなってとはなるんだろうけども、ここでね、奈々ちゃんとそれから春尾先生ね、がまたいい感じになっててて、で湊くんは湊くんでなんか完全に吹っ切れちゃって達観してるというか、本当に人の幸せを思ってるみたいな感じなんですけども、ってなった時に、ここのね、つむぎちゃんとそうくんがどうなるのかね、これ本当にどっちに転ぶんだろう。まあセオリー通りに考えてるけどね、普通に考えて
やっぱり元通りというか2人仲良くするのかなとは思いつつも、このサイレントね、このドラマはそこをやっぱり引き裂いて聞かねないというか、引き裂くというかね、なんかそんな気もしますね。どっちなんだろう。僕は、ま、2人がくっついてめでたしめでたしで終わるのかなとは思うんですが、いやここは10話の振りであったように、そうくんが辛くなるからごめんつって身を引くというかで、泣きながらね、つむぎちゃんも大崩れするみたいな展開にな、まあでもそれあんま考えれないな。どうなんだろう、そうするのかな、そうするとしても、そうするとしてもだよなとか思いながら見ておりますが、どうなるのか本当に楽しみなドラマ、サイレントね、来週最終回です。で、どうなるかと、本当に、聖地巡礼ですごく世田谷の板周りが賑わってるそうなんで、あんまり、僕、小田急線はあんまり乗らないんで、ね、あっちの方行かないんですけども、下北はね、行くんですけども、京王線でね、井の頭線で行くんで、どうなるのか、楽しみなドラマ、サイレント、ぜひね、最終回、本当に楽しみにしてみたいなと思っております。見逃し配信含めて TVer ね、FOD でやっておりますんで、ぜひご覧になってください。あと、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。